ぜひ見ていきましょう。まずはファイターズの先発が2球目、インサイド打ち上げました。センターへ伸びがありません。最後はセンター出ましたが、マリーンズ得点には至りませんでした。エスコンフィールド北海道のマウンドに上がります。前回トップ打ちました。ショートが取る。一塁送球、一塁アウト。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。打ちました。大きな打球になった。これはどうか。センター左へのヒット、付属安打。ノーアウトランナー二塁です。2球目打ちました。さあサードランナーはどうする。タッチアップ、サードランナースタートを切る。倒してダブルプレイ、チェンジ。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。打った、伸びていく。どうだ、入れば先制。入りました、ホームラン。先制ホームランです。ファイターズライトスタンドに飛び込む今シーズン第1号のスタンドに放り込んでいます。ファイターズ1点を先制。見事な一発が飛び出しました。先頭バッター歩かせました。で打順は2番、指名打者の外がバッターボックスに入ります。空振り三振、ここは投げ勝ちました。同点のチャンスがあったマリーンズです。ボードこれが100球目。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。二塁一塁。さあ浜風的にも多少きつい。さあこのランナー一塁二塁のチャンスでその勝負強さ。このピンチ見逃しで三振を奪いました。取りました。同点のチャンスがあったマリーンズですが、真ん中打ちました。センターに大きな打球、頭上ぐんぐん打球伸びて、フェンスで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁は清宮が入っています。さあ追加点の欲しい。ライト線へ持っていった、これは大きい。深いところフェアになった。セカンドランナーホームイン。ストレートを見事に弾き返して1点を追加するタイムリーヒット。変化球空振り、リーアウト、チェンジ。インズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2の感じだと変化球を狙っていたかもしれませんね。打ちました。この打球はフライになっています。内野フライ掴んでと試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。日本ハムファイターズが僅差で勝利を収めました。継投も含めて安心して見れる内容でした。そうですね、監督の左遷となってしまいました。ご覧のように今日